どうもコボルです。今回はロッドウッドの杖の入手方法について紹介いたします。それではですね、先ほどこの木にイントラクトした状態でコンパスウッドを持った状態でイントラクトすると、コンパスウッドからロッドウッドの杖を入手することができました。ダメージが16で凍結が16、衝撃が48で攻撃速度が1、ダメージボーナスが凍結がついています。マナ消費量はマイナス 25% カットとなります。今回はロッドウッドの杖の紹介となりました。まあコンパスウッドも火属性が強いんですけど、こちらのロッドウッドの杖も凍結にもかけてるんですけど、まあ一番いいのはですね、魔法を使うにはまあマナ消費量を抑えないといけないんですけど、こちらにはマイナス 25% カットもついているので、いい杖だと思います。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。それではまた。